見るのに1時間以上かかりますもんね。そうか、広いです。春日原石の方にちょっと貴重な昆虫なんかもいたんですけど、ね、今太鼓のラインというところです。鑑真というお坊さんが建てられました。仏像は好きな方なんかにもね、